皆さんこんにちは、ラムコちゃんです。今日はこちらのブラトップの透け方問題についての動画を作っていきたいと思います。去年ぐらいからこういうシアーのシャツが流行ってると思うんですけど、夏場だいたいまあこれからの時期ってこれの下に着るのはこういうブラトップ系かと思うんですが、まあどのように透けてどのような印象になるのかっていうのは意外と着てみないとわからなかったりとか、着てみてねあれって思ったり、はい、すると思うので、今回はこちらのブラトップを使ってどの色を着たらどういう印象になるのかをね、チェックしていきたいと思います。定番の黒、茶、白で、ベージュ、黄色、黄緑かな、はい、このあたりを着てね、一つ一つねどんな感じに透けるのか検証していきたいと思うので、よろしかったら最後までお付き合いください。はい、ということでまず黒のブラトップを着てみました。で、この上のシアーはユニクロ豆のシアーを着ています。はい、こんな感じで割と透け方がはっきりとしています。ここだけちょっと目立ちますかね。次はちょっとカジュアル系のこのテラさんのメッシュに着替えます。先ほどのシアーより割と穴が大きい感じのシアーです。なんか昔のバスケのほらゼッケンみたいな感じの、なんかあのメッシュゼッケンみたいな感じですけど、こんな感じです。あの黒いやつをこれ着てますっていうのが浮き彫りになるっていう感じですね。次はこういう編み系のやつを着てみたいと思います。編みシャツです。編みシャツ着てみました。はい、こんな感じでやっぱりこう肌の透け方が他のやつよりあるので、肌とこのブラトップの対比が結構あるかなっていう感じで、まあ、悪くはないかなと思いますけど、割と目立ってしまいます。はい、次はレースシャツです。こういうレース系のなんかちょっとフェミニンチックなシャツも去年から流行ってますけど、割とこちらもちょっと浮いてしまうかなっていう感じかなと思います。やっぱり黒シャツだったら黒系のシアーとかの方がいいと思うかな。黒インナーに黒のシアーです。あ、これいいですね。これでいいんじゃないですか。まあ、ここまで、まあ、着てますっていう感じで、あと素肌のところは程よくヘルシーに透けるので。はい。こんな感じで。やっぱり、黒シアーには黒ブラトップで、まあ、他の白とかにはあんまり合わせない方がいいのかなという結論です。はい、ちょっと次は白系に白、まあ、ちょっとエクリューがかってますけど真っ白がなかったのでこのエクリューホワイトのやつを着てみたいと思います。はい、ということで中に白のタンクトップです。お、ナチュラル、すごいナチュラルですね。うん、なんか、うん、なんとなくしかわからない感じで、すごく自然な仕上がりです。メッシュはこんな感じです。わ、めちゃくちゃナチュラルいいワントーンコーデが決まるので、あのすごくいいと思います。これもありですね。はい、次がメッシュシャツです。あ、これもいいですね。まあ、やっぱりあの色の系統が似てるのですごく自然に馴染んでくれます。肌色の対比も少ないですし、なんか別にあの違和感なしで着れるかなと思います。はい、こちらのなんだっけレースシャツもバッチリです。こちらの黒のシアーも着てみました。でもそんなに透けないですね、思ったほど。これもこれでありなんじゃないですか。との境目がわからないのでとても自然に馴染んでいると思います。はい、次が、まあ、ちょっと形がこういう レース系のキャミなんですけど、ピンク寄りのベージュの
ブラトップを着てみようと思います。はい、まずユニクロのシアーです。まあ目立ちはしないですけど、この辺とかのレース感が少し見えます。問題はないと思うんですけど、少しレースが透けるので、この辺りがちょっと流行ではないとか、ちょっと下着っぽく感じてしまうかもしれないですね。はい、メッシュです。ここからちょっと見えるのがレースなので、ちょっと今っぽくはないのかなとは思います。はい、はい、次が編み編みシャツです。まあ、ここからレースの感じのやつが見えるかなと思います。これは別に悪くないかなとは思います。こちらレースシャツです。まあ、こんな感じで肌色が少し透けているかなっていうぐらいで、レース系同士なので、こちらレース系同士なので、ここから見えても可愛らしいかなと思います。はい、次がこちらの割と襟が詰まった感じの茶色のインナーにしてみようと思います。ちょっと詰まった感じがどう出るのかっていうのも見てみたいと思います。まずこちらのユニクロのシアーです。やっぱりちょっと黒と同じような感じで中の色が少し浮いてしまうかなっていうのと、あとやっぱ首がね詰まってるので少し暑苦しく見えるかなっていうのはあります。はい、次が、これがメッシュです。こんな感じで、まあ、茶色なので少し黒よりは落ち着いて見えるかなと思います。編み編み系のシャツです。はい、これめっちゃ合う、まあ、胸元がもうちょっと開いててもいいけど、これぐらいの首詰まりでもめっちゃ合うと思います。このなんか透け感とこの茶色が合うので、こんな感じで開けてきても閉めてきても可愛いかなと思います。レースシャツです。あ、これもいいですね。普通に閉めても可愛いですけど、少し茶見せた方が可愛いんじゃないでしょうか。茶色系だとピンク系とか白に合うので使いやすいっていうのと、今私はもうちょっとこの首が詰まったブラトップを着てますけど、茶色系だったらもうちょっと胸元が開いてるやつとかでも全然合うんじゃないかなって思うので、次が私が持っている中で一番ちょっと派手な色なんですけど、この黄色というか黄緑なんですけど、表記はちょっと黄色っぽい黄緑色のブラトップをいろいろ合わせてみたいと思います。紐が V になっているのが特徴となっております。はい、なかなか変わった色って想像できないと思いますが、まずユニクロ豆のシアーです。あ、自然ですね。見てください、なんか浮きもせず自然にこう肌の色と馴染んでくれるので、あ、全然問題ないです。馴染みカラー。次がメッシュです。あ、いける。自然じゃないですか。まあ、ほんのりちょっと黄色っぽいのが浮いてますけど、やっぱり肌と馴染みやすいのか、全然問題ないです。すごくファッションに邪魔しない感じの色かもしれないです。はい、次が編み編みシャツです。いいですね、いいですね。やっぱ邪魔しないですね、ファッションも。しかもちょっとだけポイントになってくれるっていう、邪魔しない程度のちょっと黄緑みたいなポイントになってくれるので、うん、ここありかなと思います。レース系のシャツです。色的には全然問題ないですね。自然すぎていい感じ。なんかちょっとこちらがエレガント系だからどうかなと思ったんですけど、馴染む、いい馴染む。はい、黒も着てみました。あれ、こんな感じです。いいですね、馴染みますね全然黒でも浮く感じなくい
けちゃうと思います。はい、ということで自分が私が持ってるブラトップの着比べをやってみました。まず意外と優秀だったのがこちらの黄緑ですかね。ちょっとあんまり派手なやつじゃないんですけど、こちらは何にでもあったので意外と馴染む色かなと思ったので、なんかベーシックなやつにプラス1枚持ちたいっていう方はこういう色でもいいんじゃないかなと思います。今回はね、シアーに合うブラトップを検証してみました。はい、少しでも参考になったって思ってくれた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバーイ。